皆さんこんにちは、劇団ムーンの月部です。稲助です。ということで今回はディズニーシーで新発売のひんやりスイーツをご紹介していきたいと思います。はい、というわけで稲助さん、はい、もうだいぶ暑くなってまいりまして。暑いっすね。もう7月になっちゃいましたから、はい、もう夏オブ夏ですよ。トップオブ夏ですね。そういうことです。はい、やはり夏でパークを存分に楽しむには、まあ、体力管理っていうのが大切なんですよ。間違いないですね。はい、その上で、はい、冷たいものをたくさん食べて体の熱を下げ、うん、その影響でパークの中に存分に長く入れるとはい、これ大切なポイントですからね。まあ、甘がんだところを除けばパーフェクトでしたね、座長。はい、はい、まあ、ディズニー上級者が考えることですから、これは。なるほど。はい、その上でのぴったりなメニューが今回新しくたくさん登場したということで、うん、そちらをね、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、シェイブアイス、トーファ、フルーツ、タピオカでございます。はい、ヤリノスケさん、はい、こちらシェイブアイスの3点盛りということで。なるほど。ございますけれども、何なんですかねこのトーファっていうのは。こちらはですね、はい、台湾の伝統的な豆乳メニューということで、うん、おー、なるほど。おそらく豆乳を固めたもの、はい、ようなものだと思うんですよ。おー、のようなもの、のようなもの、はい、多分そういうものだと思うんですね。じゃあ豆腐みたいなものということですよね。うん、おそらくもうちょっとなんかスイーツ寄りなんでしょうね。なるほど。はい、まあ、そのトーファが入っていて、なおかつフルーツとタピオカという、はい、なんかいろんな食感が楽しめそうですね。本当っすね。まあ、販売場所がボルケーニアレストランということで、うん、まあ、それを考えてみると、うんうん、ちゃんとしてるんじゃないですかね。ざっくりとしてますねはい、まあ、だからちゃんとした、おそらく、うん、こう陶器の器に入っているということでしょうね、多分ね。まあ、なのでこうなかなか日本では味わうことのできないお味でしょうから、うんうんうん、確かにね。えもう今のこう、うん、若い、まあ、女性たちのとかでは人気なのかもしれませんけれども。なるほど。私たちそういうの疎いですからね。まるで疎いからね。はい。そして二之助さん、はい、こちらの販売時間限られてるわけですよ。なるほど。こちらなんと、はい、14時から17時までということで。最近ディズニー好きですからね、この時間限定。幻のメニュー感を出してくるの好きだね。そういうことですよ。あ、こうやってまあプレミア感をつけて、はい、みんなに足を運ばせようという魂胆だと思いますけれども。うまいな、商売が。はい、それにね、私たちも踊らされましょう。まんまと踊りましょう。はい、はい、楽しみなスイーツでございます。はい、お次はこちら、リバティランディングダイナーで発売中のクリームシェイブアイス、タピオカ抹茶あずきでございます。はい、いかがですか、二之助さん。クリームシェイブアイス。はい、アイスクリームの上にクリーム。あ、そういうことですか。違うかな。クリームがシェイブになってるんじゃなくて。多分違う。違いますか。はい、ふー、これやばいでしょ。いや、やばそうですね。そして味が、はい、抹茶あずき。出た。ですよ。出た。私が抹茶小豆に目がないことご存知ですか？まあ、抹茶小豆が好きかどうか知らなかったですけど、はい、和のものなら何でも好きだろうなとは思ってましたね。いや、まあ落眼は大嫌いなんですけども、いろいろ大変だな。でもこのシェイブアイスにこちらもタピオカ、はい、なるほど。そして抹茶小豆ということでね、はいはいはい、このクリームシェイブアイスっていうのはそもそも初めてのメニューですかね。聞いたことないですね、私は。ないような気がしますよね。ね、去年も多分出てなかったとは思うので、かなりこう和テイストな、はい、味ではありますけれども、かなりこれボリュームあるんじゃないかな、うん、ありますね。はい、うん、そしてこのアイスが乗っており、そして上のこのクリームが乗っかってる、はいはいはい、見た目的にこれもう私、某ミニストップで売っている某ハロハロにしか見えません。某ハロハロって言ってるしね。はい、まさにその通りですよね、見た目。まあ確かにちょっと似たところはあるかもわかんないですね。まあかなりちょっと私はこれはね、食べてみたい一品でございますけれども、はい、なんといっても価格の方が、はい、1杯800円ということで。やりますね。やってますね。やらかしてはないけどやってますね。まあ、800円ってね、大体のもの食べれますから。大体のものをまずあげてもらっていいですか。いや、まあ大体の、大体のもの、ディズニーシーの大体のもの食べれちゃいますから。そうですね。はい、まあ、でもそれだけ、はい、きっ
ともう自信があるということなんでしょうね。間違いないでしょう。楽しみなスイーツでございます。はい、お次はこちら、ハドソンリバーハーベストで販売中のシェイブアイスミックスベリーでございます。はい、やりのすけさん、はい、このシェイブアイスというのはもともとディズニーのパークにおいて販売されていたわけですけれども、そうですよね、まあ、最近ちょっと、はい、まあ、改良が重ねられているというか、はい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 、まあ、コストが上がっているというか、はいはいはい、端的に言わせていただくと、うんうんうん、いるメニューでございまして、まあ、超値上がりですよね。一杯まず700円、はい、ことなんですよ。おみのすけさんなんか、はい、噂によると、ほうほうほう、こちらすでにランドの方のヒューイ・デューイ・デューイのグッドタイムカフェで、はい、食されたと聞いておりますが、なんで知ってるんですか。いや、もうみのすけさんのやっている動向、そして心の動き、感情、もうすべても私伝わってます。さすが座長。はい、そうやってコントロールしてる。そうですよ、もう座長としてやるべきことをやっているまでです。はい、はい、というわけで、このシェイブアイス、はい、どうだったんですか。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね、うんうん、っていうのもシェイブアイスって、まあ、個人的なイメージかも分かんないですけど、はいはい、上の方シロップがかかってるところは美味しく食べれて、うん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 、下はなんかもう氷みたいな、はい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 、なんかそういうのあるじゃないですか。ちょっとまあイメージありますね。ありますよね、はい、まあ、絵を見ていただいても分かる通り、はい、こちらはシロップ氷シロップ。おー、シロップサンド。そうなんですよ。というわけですね。だから逆にシロップ控えめでいくと、うん、最後の方はもう濃ゆくて濃ゆくて食べれないぐらい食べ出があるので、はあ、おー、これ本当に最後までかき氷の一番美味しいところを食べ続けられる、はい、そんなメニューでございます。いいですね、はい、そしてそのミックスベリーですから、うんうんうん、かなりすっきりさっぱりと。そうなんですよ、いただけるということですね、うん、夏に食べる酸味ってちょっと美味しいじゃないですか。まあ確かに、うん、やっぱりすっきりしますからね。そうなんですよ、はいはい、というわけで、じゃあ300円ぐらいの値上げの価値はあると。そうですね、いうわけでございます。二之助がそう言っております、はい、そしてですね、もう一つ、うん、サルタンズオアシスでシェイブアイスのミックスフルーツ、はい、販売されておりましてね、こちらは、まあ、味違いという感じでございますけれども、うん、ミックスフルーツ、はい、何をミックスしてるんでしょうかね。何でしょうかね。まあ、希望で言えば、はい、バナナ、はい、パイナップル、うん、ブルーベリー、ほう、そこにイチゴ、はい、からのキウイ。あ、だいぶ期待が多いですね。ここら辺は、まあ、マストですね。マスト、まあ、それにドリアンが入るか入らないか。すごいですね。そんなところでしょうかね。そんな二之助さん、はい、子供舌の二之助さんが、うん、ドリアンも食べたいと。いや、ドリアン食べたことないんですまあ、なかなか食べるもんじゃないですからね。ないですよね。座長あります？ないです。ですよね。はい。まあ相当臭いということでございますけれども、うん、まあ関係ありません。そうですね。はい。はい、ミックスフルーツ何がミックスされているのか、うん、こちらもね、期待していきたいと思います。はい。そしてですね、二之助さん。はい。なんとこちらのシェーブアイスに、はいはいはい、100円プラスされたクリームシェーブアイスミックスフルーツがサルタンドアシスで販売されているんです。なるほど。クリームトッピングということですよね。うん。はい、100円でクリームが乗っちゃう、うん、乗っちゃいます。これ乗せない人って逆にいるんですかね。いや、私ですね。あ、そう、はい、ごめん、座長失格だよそれはいや、見損なったわ。いや、私はですね、うん、やっぱり氷とクリーム、はい、はいはいはい、ってどうですか。なんか水と油じゃないですか。あ、まあ、確かにちょっと氷の面がポソポソになったりとか、冷えすぎちゃうね、はい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 、クリームが。そうなんですよ。なんかそういうのはあるっすけど、うん、でも純粋に美味しいじゃないですか。そういう方もおられますよね全然通じないでもディズニーの、うん、このシェイブアイスに関して言えばまだオンザクリーム、なるほど、はいはいはい、見たことないですから。あ、確かにそうですね。食したこともないですからね、うん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 、ちょっとまあ一回やってあげてもいいかなと。うまいことやってますから絶対。あ、そうですね、絶対美味しいですから。でしょうか。まあ、ちなみにさっき言った、はい、抹茶小豆のやつもクリーム乗ってるんですけど、ね、うん、確かにそう、あれは楽しみですはい、待って。ということでね、皆さんもぜひこのシェイブアイスとクリームの融合をね、うん、お楽しみいただきたいと思います、はい、お次はこちら、テディルーズベルトラウンジで販売中のサニーファンデザートクッキーアンでございます。マニノスケさん、はい、覚えておられるかどうか分かりませんけれども、うん、今回のサニーファン、はい、ダッフィーたちのイベントですよね、はいはいはい、なんとイメージ画像というんですか、うん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 、クッキーアンが
かぶられてました。はい、確かにそうでしょ。はい、なのに、うん、今回テディルーズベルトラウンジで、はい、クッキー&のこのパフェですよ、うん、かなりのパフェってもう目玉級の商品なわけじゃないですか、うんうん、主役ですよね。それがわざわざ出されるんです。なるほど。他のキャラクターはこんなものは出されておりません、はい、つまりこれは、はい、サニーファンでクッキー&を省いてしまった外に追いやってしまったことへの、まあ、オリエンタル&なりな懺悔といいますか、はい、罪滅ぼし的なメニューなわけですよ。なるほど。はい。座長、深読みすぎじゃないかな。ですかね。多分。純粋にイメージカラーが明るくて、あ、明るい色は夏の中の物だねみたいな感じじゃないですか。はい、うんうんうん、でもね、うん、メニュー名がサニーファンデザートなんです。はい、なるほど。つまりもう無理やりあそこにもくっつけてきてるんですよ。だからまあせめあくまでクッキー屋はいないまでもこのパフェをあのイメージ画像から入れちゃおうみたいなもんですよ、ね、なるほどですね。はい、というまあそんなパフェでございますけれども、まあでも見た目はどうですかよ。いやもうとんでもないじゃないですか。最高ですよね。マンゴーでしょ、だって。はい、マンゴーパフェでございます。マンゴーでパフェ、うん、もう、はい、とんでもないでしょ。とんでもございません。もうベイマックスと餅みたいなもんですよ、はい。なるほど、うん、全然伝わらないですね。あんまりツンとこないですけれども、ね、まあ、こちらはですね、画像を見て分かる通り、うん、クッキー&が描かれたクッキーですとか、はい、まあ、クッキー&らしい、まあ、こう綿菓子とかワッフルをかたどったようなアイスとか、なるほど、まあ、そういうものも載っているようでございますので、はい、まあ、映えは間違いないでしょうね。ですね。映え映え映えオンだと思いますけれども、はい、まあ、こちらもお値段の方1750円ということで、主役級ですね。まあ大体のパークのセット食べれちゃいます、うん、社長、はい、さっき800円で大体食えるって言ってましたよね。800円は単品大体食える。ああ、なるほど。そして1750円はセット大体食べる、うん、セットがですね。はい、なるほど。まあとはいえ、はい、もうこちらなんかもう可愛さ込みのお値段ですから。まあまあそうでしょうね。はい、うん、まあちょっと期待できる一品ではないのかなと思っております、うん、はい。そしてですね、はい、テディルーズベルトラウンジでもう一品、うん、クッキー&メニュー出ます。あんちゃんがいる。あんちゃん半端ないんですよ。なるほど。こちらがですね、サニーファンドリンクということでございまして、はいはい、こちらはですね、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールジャングル、はい、はい、クランベリーシロップとグレープフルーツジュースの綺麗なグラデーションが楽しめて、上にはなんとバニラアイスが、あーもう出てるということでね。出た出た。みのすけさんだって、はい、あのメロンソーダフロートとか、はい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 、コーラフロートとかも大好きじゃないですか。いやもう大好きなんてもんで片付けてもらいたくないですね。あーすいません、はい、座長より好きです。あーなるほど。違う違う、座長がフロート好きなよりも好きじゃなくて、座長の存在よりもフロートの方が好き。なるほど、はい、安心しました。よかった。はい、はい、もう僕なんだかんだ一番じゃないのかなとか思ったんで、あー、ほんとほんと、ちょっと危険を感じてもいましたし、うんうんうん、あー、ほんと、ほんとよかったです。うぬぼれないでください。はい、はい、というわけでそんなまあフロートみたいなもんですよね、こちら。そうですね。ねえ、うん、でもなんか見た感じはかなりノンアルコールカクテルとはいえ、はい、液体の量は少ないのかなと。あ、確かにそうですね。はい、思っておりますので、うんうんうん、まあドリンクというよりもかなりまあスイーツ感というかアイス感が強めなドリンクになっているのではないかなと思いますが、はい、このまあ組み合わせも確実に美味しいですよね。まあ間違いないですよね。ないですね、はい。まあ、クッキーあん色なのかと言われるとまあそこもまたちょっと突っ込みたくなるかも、はい、知らん。あ、でもサングラスかけてますからね、私。そうだね、うん、サングラス外したら真っ黄色なのかなと。可能性ありますね。はい、はい、それは視聴者の皆様にね、うんうんうん、ご確認いただきたいと思っておりますけれども、まあ、ということでクッキーあんちゃんのね、めちゃくちゃ可愛い、そして美味しそうなメニューがテディルーズベルトラウンジから発売するそうでございます。はい、というわけで二之助さん、はい、今回はですね、新発売の夏のもうアイスメニュー、うん、はい、紹介してまいりましたけどね、いかがでしたか。いやもうどれも間違いが起きるはずがないメニューでしたよね、うん、おー、もう間違いをすべて削っていって、うん、はい、もう極めてるということですね。そうそうそう、もうド王道。なるほど、はい、めちゃくちゃ楽しみでしたね。楽しみですね、まあ、こんだけ冷えてると、うん、この夏の暑さ吹き飛ばせそうじゃないですか。まあ確かに。月兵さん、その辺どうですか。アレンデールの夏はもう凍らつほどの冷たさだぜ。座長、いや冷えてましたね。
久しぶりにスーパー月兵タイムがあったと思ったら、はい、若干噛んでましたよね。でしたか？気づかなかった？あ、なんか今も冷たいメニュー見てたから、うん、ちょっと唇がもうキンキン冷えちゃって、はい、ちょっとそれで感覚なくなってたかもしれない。そっかそっかそっか。逆に僕の耳も凍ってた説ありますね。あ、そうですね、うんうんうん、これはちょっとお互いではこう測りかねないということで、はい、うん、はい、うん、わけでございます。はい、というわけでね、ぜひ皆さんも今回ご紹介した冷たいメニュー、はい、暑い夏のパークを乗り切るために食べていただきたいと思います。それでは本日はこれにて終演でございます。動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価をいただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。